にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に向かっております。そして向かう先は京南閣さんという2年前にもお邪魔させていただいた旅館さんです。あのね、すごく良かったんですよ。乳白色の温泉で、あのね、硫黄の香りを今年も嗅ぎたいなと思いまして、本日も伺わせていただきます。そしていつものようにですね、時間が余ってますので、チェックインまで行くところがね、もう結構行っちゃったので、どこ行こうかなっていう感じなんですけども、まずは千本松牧場、また2年前と同じように行こうかなと思っております。そしていつものように4号走ってますので、快適だな本当に。曇ってますけども、ドライブ楽しみます。デイ、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ、サイレンダイウォーリナ。もうあと20分くらいで着きますね。もうずっと国道4号線でしたね。もう何回もこの道通ったから少し飽きてもうたわ。到着しました。結構車止まってますね、平日ですが。それにしても広い。入り口に着きまして、前回祝日だったのかな、ものすごい人がいたけど、今日は広々としてていいですね。それでも人多いですけどね。あー、いいわ。やはり前も同じこと言ったかもしれないですけど、北海道に来たみたいな感じですね。今日はなんか食べちゃおうかな、奮発して。あえてここでパターゴルフとかダーツとかやっちゃったりやらなかったり、たまらんすな。あらま、まさかの源泉かけ流しの温泉があるとは。温泉施設あったのは覚えてるんですけどね。自然の中でバドミントンしてますよ。いいな、気持ちよさそう。馬がいるので見に行きます。はい、こんにちは。もうこの柵飛び越えてもいいぐらいな高さですけどね。おとなしくていい子。眠いのかな。すごい近くまで来てくれた子いるけど、これはだいぶ近いな。撫でたいけど触れちゃいかんよね、きっとね。ここ無料ってやはりすごいわ、すごいわ。こんなの無料開放しちゃっていいんすか。前は先ほども言いましたけど、祝日に来たので賑わってましたが、やはりこう閑散とした日もいいですね。どこか寂しげな雰囲気もあり、すごい、これ線路広。動物触れ合い広場、前回もここ入んなかったかな、入んなかった気がする。入場料が300円かかりますね。まあ最近動物園とか行きまくってるんで、触れ合いしまくってるんで、今回も
入らないかな。メインのところはおそらく見終えたんですけれども、チェックインの時間までまだまだありますので、遠くまで歩いて放牧場かながあった気がするので、そこまで行ってあとぐるーっと回ってみたいと思います。正面から馬が歩いてきました。カッポ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 って音聞こえる？着きました。牛さんが数頭奥におりますね。せっかくなので近くまで行きますか。でけー、むしゃむしゃと餌を食べておりますね。もう少し近づいても平気かな。かわいい。すごい食べてる。こらこらこら、こんな喧嘩しないでも同じとこ食べないでもあるから、たくさん。なんでそこ奪い合うの。痛い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 。もうこちらの牧場に来て1時間が経ちました。やはり敷地が広いので歩いてるだけで時間がどんどん経っていきますね。あとまたぐるーっと回って、アイスとか食べればもうチェックイン時間なるんじゃないですかね。千本松温泉、夜の11時まで入れるみたいですね。そんな遅くに入りに来る人いんのかな。そしてこちらがコテージ、でかい一軒家ですね。バーベキューとかできるのかな。いくらぐらいなんだろう。泊まってみたいな。いちご狩り、では一通り歩き回ったので、また入り口の方へ戻って何か食べちゃいますか。というわけでいかがでしたでしょうか。千本松牧場、おそらくね2年前に来た時と内容が重複してるかもしれないですけど、今回はだいぶ空いてたんでゆっくり楽しむことができました。そして何度も言いますけど、こちらの施設無料で入ることができて、無料で駐車することができますので、ぜひ、那須塩原に来た際は寄ってみてください。それではこの後宿にチェックインしますので、そちらの動画は概要欄 URL より続きをご覧いただけたら幸いです。それでは後編でお会いしましょう。バイバーイ。これこれ、わかりますか、白濁の音。久しぶり。雲閣さん、前回来た時料理がすごく美味しかった記憶があるんですけど、やはりうまい。